1、チリ地震。世界で起きた地震で一番被害の規模が大きいのは1960年5月22日にマグニチュード 9.5 の地震です。この地震の震源域の長さは 1000km にも及びます。地震後日本を含めた環太平洋全域に津波が襲来し大きな被害が発生しました。遠くチリで起きた地震によって津波が日本までにも来たんですよね。マグニチュード 9.5 という値は近代地震学の計器観測史上で世界最大であり、歴史地震を含めても最大級。チリは日本の裏側に位置していますが、それほど遠く離れた日本でも影響が出たので地震の規模の大きさが伺えます。チリ地震での被害者数は2200から6000人ほどと見られています。このような大規模な地震にもかかわらず被害が比較的少なく済んだのは人口が密集していない地域であったこと、本震の前日に起きた余震の際に避難ができていたからだと言われています。南米チリの沿岸では太平洋側からプレートが沈み込んでいて、たびたび大地震が発生し、太平洋の対岸にある日本にも津波が押し寄せ日本の三陸沿岸などには高さ3メートル以上の大津波が押し寄せ、なんとチリが発震源の地震であるにもかかわらず140人以上の犠牲者が出ました。マグニチュード 9.5 ってどれぐらい揺れたんでしょうね。怖いですよね。 3.11 がマグニチュード 9.0 と言われていますから、それ以上の規模ということですよね。